加藤正之助加藤正之助昭和十六年八月二日は、明治期、大正期、昭和期の政治家、ジャーナリスト、実業家、衆議院議員、貴族院議員、大東文化学院総長などを歴任した。武蔵区に足立群滝まむ村出身。十六歳で父親を亡くす。ぬかた学校の教員時代に、白根ねたすけ埼玉県令に見出され、県の学務課に就職したが、 友人の桐原捨造の誘いで、1875年11月、慶応義塾に入学。在学中より、東京日日新聞や、東京明け棒の新聞に寄稿していた。福沢諭吉の紹介で五代友厚が経営する、大阪新報記者となり、同志にて、福沢が提唱していた、商業学校設立の啓蒙キャンペーンを行い、 大阪での商業講習所設立に尽力する。大阪で自由民権運動に携わり、郵便放置新聞記者になる。立憲改新党に所属。1880年、埼玉県会議員当選。1881年の開拓史勧誘物、払い下げ事件に関して、政府批判の論説を繰り返した。1889年第2本、帝国憲法発布時に、 県会議長、大阪商業公衆所創立に関した提案を行う。第1回衆議院議員選挙に立候補し、国政への進出を図るも、落選、1892年に第2回の選挙で衆議院議員に当選する。北海道への移住者を募る協会を埼玉県に設立し、当時の北海道庁長官、北垣国道の依頼で、 アメリカのインディアン居留地を視察した際の見聞から、同図法をもとに、北海道土人保護法案をまとめ、1893年に議会に提出するも、廃案となる。1894年に、北海道今金町へ自らも移住し、当地の地主となる。北海道新聞の主筆も務める。1927年4月18日、貴族院議員に直選。 1932年には大東文化学院総長に就任。ありがとうございます。